0秒でわかるファイナルファンタジー12。トマジにトマトの収穫を依頼されたベインのプレゼント神ダルマスカのことはダルマスカ人のことだ。以上。じゃあ続きやっていこう。皆さんおはこんにちは、わです。今回もいろいろお得にお届け、ただのレイです。はい、というわけで今回もファイナルファンタジー12ソニックザ8、ソニックザエイジアーツからやっていきたいと思います。前回は、ベインさんの素晴らしいお言葉を聞いて終わったところなんですね。で、ダウンタウンに降りられるようになったということなので、あ、そうだ、ガンピット屋さんね、オッケーオッケー。そう、ガンピットはね、覚えられるとすごくね、お便利なんです。自分でわざわざ選択しなくても勝手に戦ってくれるからね。っていうわけなので、じゃあダウンタウンね、オッケー。ダウンタウンに行ってこい行ってこいって周りの人がめちゃめちゃ言ってるので、ダウンタウンに行ってみましょう。じゃあここはアップタウンになるの。あー、ダウンタウンの曲もまた懐かしいな。みんなこんにちは。パレード見に行ってたの。見に行ってたよ。さあ今日も訓練よ。今日の課題は私を探し出すこと。私がここからダウンタウン南部のランプのどこかに行ってるから見つけ出してね。これは私が見つけなきゃいけない。バランチーさんを探さなくちゃいけないかな。またまた長いよね。年前の戦争の時にラブニスから逃げてきた。あららら、そうだったんだ。はい、というわけで周りに回っていろんな人が話を聞いて、とりあえずダランさんのお家に来ました。ダウンタウンに住んでる人たちは、なんかもっとラバナスタ帝国に、ラバナスタ国、ボートラバナスタに住んでいる人たちが地下に追いやられちゃったんだって。おお、悪ガキ、久しぶりじゃの。やっほーだ、ランチ。東門の帝国兵をとっちめる方法でも聞きに来よったか。なんだ、もう知ってるのか。伊達に物知りとは名乗っとらんよ。さすが情報屋。まあ、あいつらにはいつか仕返しするけどね。今日の用事はそうじゃない。おうほう。王宮に忍び込む方法を知りたいんだ。知りたい。すごい宝がいっぱいあるんだろ。ちょっと盗んでやろうと思ってさ。なんとまあ、えらく簡単に言いよるわ。王宮も宝も何もかも帝国に抑えられとるんだぞ。だからやるんだよ。倍返すんだ。ダルマスカのものを取り戻すんだ。ダルマスカのものをダルマスカにか。お前にしてはご立派な決意だな。うん、そういえば古い噂があったの。何？王宮の宝物庫に通じる秘密の扉があって、魔力を秘めた石板で開くとか。それそれ、そういう話を聞きたかったんだよ。で、その石板ってどこにあるんだ？うん、わしが持っとるよ。はて、どこにしまったかの。ちょっと思い出して。なあ、説明はいいから、その石板、クレセントストーンだっけ？それ貸してくれよ。そいつがあれば王宮の隠し通路に入れるんだよ。バカも、全然聞いとらんではないか。わしのクレセントストーンは魔力を失っとる。太陽石で魔力を取り戻さんと役に立った。だいぶ前に持ってたの？ああ、そうだった。太陽石があるのは確か。いいざ草原じゃ。あの辺に住んどる連中に話を聞けば手に入るじゃん。ここを出て南に行けば南門からギーザ草原に出られる。そのまま南に進めば集落じゃ。道中魔物が出るから油断するでないよ。分かってるって。じゃあちょっと行ってくる。っていうことなので、今度はギーザ草原に行けってこと？太陽石を手に入れてくるのじゃ。マジかよー。ギーザ草原に行くなら地図があると便利。地図屋さんなら、外部前広場にいるわ。あ、そっか、地図買わなきゃいけないの。マジか、地図買わなきゃいけない。了解です。じゃあ今度はギーザ草原に行って太陽石を手に入れて、このおじいちゃんの持ってたやつを、あ、右に行って外に出ればいいんだっけな。そう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 、まあ、ここ右に出ればいいっていうのはわかるんだけど、
地図欲しいんだけど。地図買ってきますね。地図ねえじゃん。地図ねえじゃん。まあ、いや、とりあえずここ出るか。ここから外に出られるよっていうお話だったので。ここから外出て、ギーザ草原に向かって太陽石を手に入れるところまで今日じゃやっていこうかな。あ、テレポストーン、あれ。あ、南門はダウンタウンと繋がってて便利だよな。すぐそこの壁にあるでっかくて丸いのがダウンタウンへの入り口さ。そうそう、そこから来たんよ、私は。帝国兵さん、ゲートクリスタルだ。セーブや、あ、やっぱテレポ使えるんだ。オッケー。あ、テレポス了解です。ここでも、あー、苦手ー。あ、はい。いずれな、手に入れなきゃいけないよね。に大きな黒水晶、それを見に行ったんだぞ。でもモンスターに襲われて大変だった。少し南に遊牧民たちの集落があった。そこに逃げ込んでなんとかことなきを得たぞ。了解。こんにちは、クポ。モグの後ろにいる黄色い鳥、知ってるクポ？あれはチョコボっていうの、クポ。チョコボには乗ることができる、クポ。足が速いから旅するときなんかはとっても便利、クポ。で、モグはみんなにチョコボを貸してるのかも。たっか、張れへんわ。チョコボ、無駄だっこ。ご用の際にはいつでもどうぞ、クポ。よっけよ、クソ。チョコボ乗りてー。私もチョコボ乗りたいんですけど、残念ながら。あー、なるほど、制限時間があんのか。了解です。まあ、どうせ乗れないって意味ないんですけどね。というわけで、ギーザ草原に行きましょう。一人でまた行くの？パンネルちゃん手伝ってくんねえのかよ。はい、というわけでやってきました、ギーザ草原。ここ確かね、雨季と、なんか、雨季があるんですよ、雨季。まあ、今は晴れてるから全然いいんですけど。マジか。戦わなきゃダメ。じゃあ頑張っていきましょうかね。いや、戦えるかね。やーだー、まあ、これ避けてても意味ないからな。すぐ終わるけど、10倍速でお届け中。来ていいのかな。あれもう集落着いた、もしかして。倍速かけるほどでもなかった。あ、というわけで、あの、遊牧民の集落に着いたんで、聞いてこう。あ、これもしかして。そう、しばらく寒気が続くと思うけど、気をつけるここ。特にビリビリ玉は半端じゃないの、ここ。あ、地図欲しいな。あ、簡単に買える。ありがてぇ。ありがとう、もぐちゃん。あ、ありがてぇ。あざまーす。じゃあ、ちょっと見てみようか。なるほど。あ、今じゃちょうどいるところでよかったんだね。オッケーオッケー。悪いけど後でして。あ、ごめんね。町から来られたんですか？小さな集落ですけど、ゆっくりしていてくださいね。この少年、どこに向かって、うなずいてんの？怖い怖い。あ、そうそう、雨季と寒気があるから、ほんと気をつけなきゃいけないんですよ。やっぱそうだよね、間違ってなかった。草原の黒水晶でも見てきたのかい？この暑さ、慣れないものには厳しかったの。なるほど。お前は太陽石が欲しいんだね。太陽石はギーザ草原でしか手に入らない貴重な石だ。悪いが、安易によそ者へ渡せるものじゃないよ。石は私たちの生活の糧でもあるんだ。だが絶対に渡さぬというわけではない。何これ？事情がある。あ、これでも太陽石を作るのはここの子供たちの仕事でね。草原にある黒水晶を使って、その光を隕石という石に吸収させるんだ。はいはい。実はジンという子が草原に出たまま戻っていない。今、太陽石の元になる隕石はその子がみんな持っていってしまってるのだ。わかるだろ？ジンを見つけて集落に戻るよう伝えてくれないかい？その代わり、ジンが作った太陽石をもらって構わないよ。草原の南でジンの姿を見た子もいるらしい。ここの子供たちに話を聞いてみるのもいいかもね。ジンのこと頼んだよ。了解です。わかった。あ、パンネロちゃんだ。こんなとこにいたんだ。パンネロ、なんでお前がいるんだよ。それこっちのセリフだよ。どうせまた無茶するつもりでしょ。なんでもないって。バレてるバレてる。本当に無茶しないんだったら私がついていっても大丈夫だよね。は？遠慮しなくていいよ。ミゲロさんはパーティーの支度で王宮に行ったから。私今日はもう仕事ないんだ。ほら、行こうよ行こうよ。パーティーに花ができました。嬉しいね。
あのね、草原の南でジンを見たの。私たちが幼き水晶のほとりって呼んでる小さな黒水晶のそばに。一緒に戻ろうって声をかけたんだけど、まだ仕事が終わってないからやめって言われちゃった。幼き水晶のほとりはね、この集落から南の方へ行ったところにあるの。この先から草原に出られるから、南に向かってぐるっと回り込んでいくのよ。あそこはモンスターも来ないし、私たちの休憩場所なの。ジン、元気なさそうに見えたから気になったんだけど、あんまりしつこくすると男の子って嫌がるし、連れて帰ってきた方が良かった。ってわけでジン君は南に行ったらしいなって。めちゃめちゃなんか女。え、何声かけられるの？背中が痒そうだ。おかしいです。放っておいてほしいよ。めちゃめちゃ話しかけられんじゃん。怖がらなくて大丈夫よ。ここのコッカトリスはとてもおとなしいの。コッカトリスって丸くてふわふわですっごく可愛いでしょ。かわいいけど怖いよ。お腹が空いているよ。めちゃめちゃ声かけられんじゃん。君は？私知ってるの。ジンが作った太陽石がウルノアに褒められたから、ドドの子そのことをよくかんでる。男の子ってよくわかんない。どうしてみんな仲良くできないんだろう。あーなるほどね。男の子ってほら競いたがるから。まあそれは女の子でも一緒っていうか、私はそうなんですけど、ね、じゃあジン君を探しに行かなきゃいけないんだけど、ちょい待ってな。南から出られるってことだから、あーなるほどね。次行く場所もじゃあここから出てけばいいんだ。了解です。あ、でもどうしよう、逆側から行った方が早いか。で、パンネロちゃんも仲間になったということなので、パンネロちゃんにもいろいろ装備を整えてあげなきゃいけないね。あ、かわいい。何を装備してるの？あ、やっぱダガーなんだ。了解。やっぱ女の子って HP が少ないから、遠いとこからの攻撃の方がいいんだよね。じゃあちょっとパンネロちゃんのライセンスを見ていきましょう。やっぱパンネロちゃんって言ったらなんとなく癒しなイメージがあるんで、白魔導士かな。ってわけで白魔導士で決定。で早速ね、キャルとか使えるようにします。あ、間違えた。あれ、あ、もうこれ覚えてる感じ。あー、これでか。あーなるほど、了解了解。アセッター魔法の効果アップ。あ、これもいいね。じゃあこんな感じでどんどんライセンスを広げていきましょう。バン君も26まで溜まってるから、新しく開けてもいいんだけどね。あ、 HP マックス70プラス。あ、それいいな。ダメージ受けて MP チャージ。あ、応急手当も欲しいな。だけどね、この応急手当っていうのも私買ってないからまだ唱えられないんだよね。でパンネルちゃんもそうで、魔法を私買ってないので唱えられないんですよね。どうしようかな。戻る必要性あるかな。で一回このまま進んでやっていきましょうかね。あら、ちょっと待ってば。ギーザ草原って野生のモンスターがいっぱいで危ないからこれを持ってきたの。ありがてえ。パーティーメンバーがいれば、今まで一人でやっていたことをパーティーメンバー同士でやり合うことができるの。つまり自分と同じように仲間に対してもバトルコマンドで自由に行動が選択できるってわけ。私は自分で考えて戦うけど、バンが命令してくれたらその通りに動くわ。覚えておいてね。優しい。あ、仲間のバトルコマンドを選べるようになった。リーダー切り替えができるようになった。あ、あとね、もし私が勝手に戦うのが嫌だなって思ったら、私のガンビットをオフにしてみて。そうしたら私は自分で考えて戦うのをやめて、バンが命令してくれるのを待つわ。バンが自分のガンビットを変えることもできるのよ。コマンドを決定するのが面倒な時とかは便利よ。ガンビットありがてー。そう、これよこれこれ。じゃあ行こっか。そう、これをね、設定することで勝手に戦ってくれるので非常にありがたいんですね。ねえバン、ジン君がいるのは確か集落の南って聞いたが、じゃあここから回り込むように進めば OK だね。という話なので、じゃあちょっとガンビットを、あれ、ガンビットってどれ、このままとりあえず戦っていきましょう。いい、えい、どれは。おお、いいね。これだとめちゃめちゃ楽っすよ。楽っす楽っす。じゃあこんな感じでサク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 探していこうかな。今7倍速でお送りしているんですけれども、やっぱり1人で戦うよりも2人で戦った方が戦闘は楽でした。というわけでそろそろジン君のところに着きそうですね。あ、じゃあここの先
がいるんだぞ。この子かな。こんにちは。俺がジンだけど。え、マシュアが集落に帰るようになって。参ったな。もう大丈夫かな。どうしたの。どうしたのジン君。ダメだ、痛くて走れそうにないや。太陽石を作らないといけないのに、あいつらモンスターに追いかけられて転んじゃってさ。捻挫？あと1個作れば終わりなんだけど、仕事途中で帰るのも悔しいし、少し休めば治ると思って休憩してたんだ。ところでわざわざ俺を呼びに来てくれた。あのね、太陽石が欲しいんだ。なるほど、兄ちゃんたちに太陽石が必要なんだね。そのために俺を探しに来たんだ。マシュアがいいって言うなら金石もあげるよ。けど俺まだ走れそうにないから、太陽石は兄ちゃんたちが作ってくれる。安心して、ちゃんと作り方は説明するから。太陽石は隕石と黒水晶から作られるのを知ってるでしょ。あ、くれるの。なんかめっちゃ手伸ばしてくれてんな。しかも受け取ってへんしも。それが隕石だよ。黒水晶は草原にたくさんあるからわかるよね。小さいけど俺のそばにあるのもそうさ。あ、これ大きな黒水晶の中には雑誌を浴びて強く光るものがあるんだ。あ、なんかところどころあったね、光ってたの。ほら、あそこに光ってるの見える？今渡した隕石に輝く黒水晶の光を当てて、そうすると石にエネルギーが溜まっていくのさ。あ、めちゃめちゃ光っとんな。光る黒水晶は草原に4つあるんだ。わからないときはあたりを見回してみて。ピカピカしててすぐにわかるから。1つの黒水晶で貯められるエネルギーは光を当ててみなきゃわからないんだ。うまくいけば全部回らずに済むよ。で、画面右上のゲージがエネルギーの溜まった量。あー、エナジーってあるな。満タンになると隕石が太陽石に変わるよ。頑張って貯めてね。太陽石ができたら持ってきて石がちゃんとできてるかどうか見てやる。そうそう、黒水晶の場所はマップにも書かれてるから、後でチェックしてみるといいよ。俺ここで兄ちゃんたちを待ってるからね。というわけで、またエナジーを貯めに行かねばならんくなったので、じゃあ貯めに行きますかな。目の前にあるしな。じゃあどんどんエナジー貯めてこか。一つ目、どんくらい貯まるかな。あ、めちゃめちゃ貯まった。あ、すごい、 50% も貯まった。結構貯まったな。この分なら思ったより早くできそうだ。ギーザ草原の子たちって毎日こうやって仕事してるんだよね。バンコに習ったら。さ、次の黒水晶行くぞ。はぐらかしたわこいつ。じゃあ次行きましょう。はい、というわけで2つ目見つけ。どんくらい溜まるかな。間違えちゃった。あれ、はい、どうだ。溜まるといいんだけどな。あー、92% になっちった。マジか。じゃあ次のやつをまた探しに行かなあかんな。よし、行こう。というわけで3つ目ゲット。これでいけるんじゃない。どうかな。オッケー、できた。じゃあこれを見せつけばいいのかな。エネルギーがいっぱいになったぞ。これで完成だな。戻ってジン君に見てもらいましょう。うまくできてるといいね。よし、ジンのところへ行くか。あれ、なに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 。ああ、びっくりした。もう太陽石で出てる時点でもうこれでいいんじゃねとか思いたいんだけど。あ、勝手に戻ってくれたか。ありがてえ。お、太陽石ができたんだ。うん、大丈夫だね。兄ちゃんたち集落の人間じゃないのにやるじゃんか。俺たちマシュアからウェアウルフに近づいちゃダメってきつく言われてたんだ。でも度胸試しだってみんなで。最初は冗談半分だったんだけど、トトが草原の子供はモンスターだと恐れないなって言うからさ、俺もついムキになっちゃって。大人たちには内緒だよ。大丈夫、足どう？いけそう？残念だぞ。足も治ってきたみたいだし、一緒に集落に戻ろっか。ダッシュで帰るからちゃんとついてきてね。え、なんか手振ってるけど、バイバイってことじゃないの。走り方変だな。兄ちゃんたちの方が早いぞ。というわけで戻ってきました。あ、勝手に戻ってきてくれるのありがたいね。ただいま。ジンが無事帰ってきたよ。優しい子だけど少しぼんやりしているから心配だったんだ。お前にもいろいろ迷惑をかけたみたいだね。ありがとう。わー、めっちゃもらえた。
嬉しい。太陽石はジンからもらったんだね。お前の役に立つといいな。はい、というわけで戻ってきましたね。ここへ来ても必ず太陽石が手に入るわけじゃない。お前は運が良かったよ。あ、そうなんだ、よかった。ジン君、お礼言いたいんだけど、どこに。あ、いたいた、よかった。これでじゃあいい感じかな。じゃあこれでまた戻りましょうかね。あ、ここでキアルトが買えるんだ。キアルは買っておこう。じゃあここで帰って、であと一つ、もう一つだけちょっとやりたいことがあるんで、なんだっけ、あの地下のミゲロさんじゃなくて名前なんだっけ、あ、トマジ、トマジじゃない、誰だっけ、あれ、あのおじいさん、じいさんに話しかけるのは次回に話しかけていたにして、その前に一つ、そう、トマジに前回トマトやっつけたこと伝えたいので、それを伝えたら今日は終わりにさせていただきます。じゃあそこまでバッサリとカットしましょうかね。というわけでここまで戻ってきたぜ。トマジよ、トマジ倒してきたぞ。バーン、お前はぐれトマトを倒したのか。お前には早すぎたんじゃないかって思ったけど、よくやってくれたな。これは報酬だ、受け取ってくれ。ありがとう。お、テレポストもらえた、ラッキー。本当によく頑張ったな。よし、お前に一ついいことを教えてやろう。市街地北部にバンカが見張りをしている建物がある。気が向いたら行く。北部？グランレポートを見せれば中に入れてもらえるぜ。何があるかは行ってからのお楽しみだな。え、ちょっと忘れないうちに、ちょっとそれだけやってきていいですか？ちょっと北部行きたい。あ、ここのことから話しかけてみよう。お、ちゃんとクランデポートを持ってるな。だったらそんなところにいないで中に入れよ。初心者みたいだからな、中でよく話を聞くといい。ほら、さっさと入った入った。お邪魔しまっちょ。なんか音楽が軽快やね。なんか争ってますけど。あ、出た。そこやつがね、確かね、モーグリのね、クラン、クランって名前なんだけど、かわいい。FF12 のモーグリって耳がね、大きいからすごいかわいいよね。トマジの紹介で来たのね。ここの場所を知らないふりしてたでしょ。クランホームを見つけるのが一つ試練だったのよ。でなきゃメンバーとしてやっていけないもんね。この先どうするかは君次第かな。上のクランに声かければいいのかな。クラン、モンブランか、ごめん、クランじゃなかった。ここ君初めて見る顔だ、ここ。もしかしてハンターだろ、ここ。クランセントリオへようこそ、ここ。僕はこのクランを作ったモンブランだ、ここ。以後お見知りおきを、ここ。加入希望者は厳しい操作が審査があるの。早速君の審査を始める、ここ。合格、ここ。僕は決断が早い、ここ。早っ。セントリオのメンバー、ここでは緊急だったり特殊だったりして掲示板に貼り出されないモブ情報を僕から聞けるんだ、ここ。とりあえず加入手続きをしておく、ここ。次に話しかけられるまで終わらせる、ここ。どんどんモンスターを倒して、ここ。そうだ、ここ。君もここのメンバーになったからラバナスタのバザーにあるクラン直営店で買い物しても OK だ、ここ。さらにもう一つ、ライセンスで覚えられる魔法や技はモブハントにとっても大切、ここ。もし誰がライセンスボードを他のに変えてみたいって言うなら、この僕が面倒を見る、ここ。ではこれからもよろしく、ここ。かわいい。お、あ、ポーション3つ、やった。モブ情報を聞かせてほしい。あ、そうなの、まあ初心者ですからね。はい、というわけでこんな感じで軽快な音楽の中、今日はここで終わりにさせていただきます。皆さん今回パート3も最後までご視聴くださりありがとうございました。じゃあ次はね、じいさんだったかな、あれ、クランチーだっけ、あれ、まああの物知りじいさんのところに行って太陽石見せて侵入というところからやっていきたいと思います。では今回もお得にお届け、ただのレイでした。ではまた次回のご視聴、実況でお会いしましょう。さよなら。最後までいつもご視聴くださりありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価ボタン、コメントお待ちしております。皆さんの声が私の元気の源です。